テイラー・ハックフォードはアメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー。全米監督協会元会長。1944年、カリフォルニア州サンタバーバラ出身。南カリフォルニア大学で国際関係学と経済学を学び、1968年に卒業した後は平和部隊のボランティアでボリビアに滞在する。 ここで初めて 8mm カメラを手にし、自分にはこちらの方が向いていると判断し、ロサンゼルスの独立系テレビ局クセット TV に入社する。1973年に詩人、チャールズ・ブコウスキーをモチーフにしたドキュメンタリー、ブコウスキーを監督。1978年には短編映画、ティーン・エイジ・ファーザーを制作し、アカデミー短編映画賞を受賞。 1982年の愛と青春の旅立ちが絶賛され、興行収入は1億2000ドルに達し、総売上げは2014年までに3億ドルを超える80年代を代表する作品となった。日本でも非常に人気が高く、第7回日本アカデミー賞、最優秀外国作品賞を受賞し、後に宝塚歌劇団でも上演された。2004年には、レイ、 例でアカデミー作品賞、アカデミー監督賞にノミネートされ、主演のジェイミー・ホックスがアカデミー主演男優賞を受賞した。1985年、ホワイトナイズ、ビアクヤのオーディション女優、ヘレン・ミレンと知り合い、12年後の1997年に結婚した。ありがとうございます。